なあ、今の録音良かったんじゃないか。うん、これ、JBM 出そうよ。音楽のセンスの欠片も感じられませんだ。もう限界だと思うんだ。もしもし。もしもし。うん。元気？うん、ぼちぼちかな。バンド解散したんだって？ドラムのやつに聞いたんだけど。まあね。今度の日曜って何してる？日曜暇かな。四ツ谷駅12時？うん、よろしく。え、ちょ、おい、ちょ、ちょうどライブ今やってて、2枚チケットもらったんですけど、うん、周平と一緒に行きたいなと思って。音楽は当分いいかな。たまには触れないと忘れちゃうでしょ、いろいろ。いやでもいいや、ごめんね、なんかダメ、行くよ。いや、ちょっと。いやめっちゃ良かったな。楽しかったね。すげえかっこよかった。楽しめた？まあ、うん、よかったよかった。いや、実は今日のライブ誘ったのは、うん、周平に音楽楽しませたいっていうのもあったんだけど、実はちょうどライブの準備をね、今してて、うん、上にライブの準備と一緒に俺に主演してくれないかって頼まれてるんだよ、うん、でも俺正直そういう柄じゃなくて、だからなんか俺の代わりに誰かやってくれないかなと思ってる時に、あの周平のさ、前もうみんなの前で歌ってたやつ思い出して、周平ならどうかなと思ってたんだ。頼む。この通り。すまん。あ、主流。俺も時間だわ。あ、え、頼むね。え、もう俺行かなきゃいけないから。え、とりあえずあのできるから君は。いや、頼んだ。いや、いい。悪い。あ、ちょ、ごめん。え、頼んだよ。え。俺には才能がない。今さら音楽なんて、いや、確かに俺には才能がないかもしれない。でも今日改めて音楽に触れて、やっぱり音楽が好きだと思っちまった。今度は俺がみんなに音楽の素晴らしさを伝えるんだ。
やあ皆さんこんにちは。本日は私の主催する X デーにご来場いただき誠にありがとうございます。さて本日皆様にお届けするのは音楽の祭典です。しかしただの祭典ではありません。 X デー、すなわち今日は何が起こるかわからないのです。もちろん私にもわかりません。そこのあなたにはもしかしたら危険が及ぶかもしれません。はたまたそこのあなたは幸運に恵まれるかもしれません。すべてが運命によって定められている、そんな風に思っていませんか。想像してみてください。運命だと思い込んでいた人生が何者かによって操作されているとしたら、何が起こるかは分かりません。しかしそれは必ず訪れるでしょう。そう、あなたにも。